よし、お疲れ様です。おはようございます。どうですか、儲かってますか。儲かってますはい、あんまり金の話はしない方がいいよねなんか言いたいことあるな、俺には言わんでねここ、おやじさんの方で、なんで一緒に動いとって、あ、まあ、今日空いたでこっち行こうかみたいな、ちょっとそこ間に立ててまあ間このイケメンの間に立ってお前が耐えれるかどうかイケメン親子ちょっとここ並んでください。お父さんいやさうまいやまマジでちょいけるんだろう二人とも。どう、どっちが好み。3人誰、兄弟でしょ。だって兄弟どっちが長男。僕が次男です。次男で、でもボクサーが雇ったのは誰だった。三男。あ、三男か、はい、何雇った。ちょ、空手とキックボクシング。ああ、そうかね、みんなやってるって言ったもんね、うん、ちょっとまあ、ちょっと視聴者で試合に通るよ、ちょっと自己紹介も兼ねて。なかなか出んでしょ、レアでしょ。まあ3回ぐらいしか出てないでしょ。そうですね。だよね。大橋です。お願いします。味噌嵐で。じゃあお前いいっすよ、お前もう画面に映れんわ、お前。まあ、イケメンだよね、これね。いくつ、何歳。兄ちゃんよりイケメンだ。兄ちゃんちょっとごつい系じゃん。男にモテる感じだけど、まあ、な、女にモテる感じの顔じゃない。どう、モテそう。何歳、結婚してる。してます。あ、してんだ、はい、一番下もしてるってだっけ。だっけ。いや、してないです。ほんと、はい、イケメンじゃん。マジさん、え、いい風に産んだっすね。もう俺いい風に産んでくれなかったら自分で髪の毛つけてメンバーやったんですけど。何この微妙な空気。あ、じゃあ自己紹介、はい、あ、弟です。弟です。弟、はい、まあ、2人で美少嵐なの。いや、違います。僕一人。一人で、はい、え、一人で自分で独立しちゃったの。やってないです。おやじさんの方にがメインでやっとんだ。はい、あのね、こっちは空いてまって、どうしたの、こんなでかいやつ。まあ、ここはほとんど。誰かがポンポン、ポンポン。あ、交代で、あ、様子見ながら。ああ、そういうことですね。ええ、まあ、ちょっと遅れてきたなと思ったら、まあ、僕の方調整して、はい。こっちは入って。あのね、入ってるわ、みたいな感じで。でバラバラで入るの、段取り悪くないですか。そうでもない。いや、そんなことないですね。今のところはもう。もう分かってるもんね。毎回同じようなことやってるので。普段なんですか、大きい物件ばっかりやったんですか。いや、全然小さいやつもやります。戸建ても。戸建てはやらない。あの戸建ていうか、今やってるとこはあの新築の美容院。新築、え、新築なんか塗るとこないですよね。いや、中全部とか床全部とか結構あります。あ、塗り物でやるんですか。床を、木部も全部。へえー、新築で。新築。へえー、はい、一緒にやってるの。どう、 YouTube 出て反響あった。いや、ないです。周りから見たよとか言わなかった。あ、一つ下の子から連絡が来ました。そう、なんて出とったね、かっこいいねって。知らないです。女の子、男の子。いや、男です。モテるだろ、言って。いや、そんなにいいだと思う。俺その子だったらもうブーイチキャブがいけんな。うん。キャバ行ったことないですよ。嘘、はい、なんで。あ、行かない。行かないです。なんですか。僕も行った時ない。なんですか。そんなもん、女の子いくらでもったよって。いや、そういうわけないんですけど。なんですか。いや、なんか言ってない。僕に対するなんか冒涜じゃないですか。いや、大丈夫。ハゲに対する冒涜じゃない。いくつだった、はい、若いもんな、まだ。今年24。あ、25っすね。25? はい。あ、もう下が20、今年で3です。もうずっと物件入ってますか、そうですね。もうずっとぐらいまではもう。ずっと、はい、あれから。あ、そうですか。ああ、いいですね。まあ、でも、いや、めっちゃしっかりしてるみたいですよね。なんか聞いてると、河合くんとかから聞いてると。めっちゃね、やってくれるんで。どうも。まあ、だいぶ細かくなってきてるでしょ。そうですね。ちょっと、掃除もちょっとちゃんとしろやとか。なんか連絡は飛んどんじゃない、はい、まあ、ダメな方がね、上と下で比べると、あれだけど。お疲れ。ちょ、お前喋ってくれんなよ。今年33歳です。あ、今年33歳。ちょっともう俺に言っとらねえよ。この二人になんか言えよ。まあ、じゃこれからこの一人でと、俺抜きでこの二人で取りに行くように、はい、まあ育てとるの。ちょっと、キャンプだけ付き合ってくれないですか。あ、いいっすよ。スピーチ。3分だけ付き合ってもらっていいですか。はい。今から何塗るんですか。なんで今から、今から。踏んでいいましょう。今から通路かけ。通路。通路。向こう側。こちら側も大体もう終わってる。はい。何言ったらいいですか、終わり。はい、30秒。ちょっと助けてもらえないですか、ちょっと。色が濃い。色が濃い。うん。全部。うわ、本当だ、濃い。
よし、イケメン待って、イケメン待ってください。イケメン待ってとか言ってたから。行きましょう。新看板、新看板です。お父さん、これちょっと説明してください。ツヤの、ツヤの出し方、ツヤなしだとさ、難しいじゃん。ちょっと説明してください。あの、20歳の女の子で分かるように、ちょっと説明してください。お願いします。そこだけ全部ちょっとツヤが変わっちゃうの、うん、サングツヤとか、そういうことですね。一回こうやって塗って、乾いたらなるんですよね。乾いてまたこれかぶっちゃうと、もう色が違う色になっちゃうんですよね。まあツヤ出しが違っちゃうんですね。でこれ塗っても乾く前にどんどん塗ってまんと、これもうみんなで上と下で一緒に塗るんですよね。だってこういうところで今逃げてるけど、ここはだってこのだってあんまり目につかんところでここでライン出すってことですよね。でそういうところでしか逃げていけないってことですね。角とか、そうですね。そうだからこれを一気にみんなに塗っちゃうってことでしょ。そういうことですよね。まあこういうところは逆に楽ですけど、ああそういうことですね。これだけ逃げれる、一人が逃げれる。うん。あこれもうすごいじゃないのね。これでもう止めんようにってください。止めても。はい。あのジャンクーラー。うん。意味わかる。これもさ、一回乾かしたらもうアウト。全部一気に。じゃない、もう本当おーです。お前それ喋らんかよ。俺喋れるんだもんね。だ、あ、知らない。どんなに喋っとんのお前。何十時間も喋っとんの。今TikTok でなんかお前配信しとんじゃない。TikTok 3時間。TikTok 毎日3時間。何時間何時まで。はい、8時から11時までやってます夜の。はい。皆さん見に来てください。理系同士でも何でもねえだろって言われとんだろ。言われてます。はい、あそこはまず一回逃げていくもんでいいんだ。そう。ザーッと逃げていくの。ちょうどこの腹びれの面で色をつけてる感じですかね、うん、あそこで、はい、あそこの何あの溝っていうかメチのところ で、はい、でそこの1個下から塗るってことだ、はい、そうです。あこれ塗ってる時はツヤがあるでいいかな、はい、ツヤがない、乾いてくると、うん、ツヤがだいぶ引いてくるんですけど、そういうことだよな、はい、でもかっこいいなやっぱ黒、はい、黒のツヤ消しかっこいいな、塗ってて気持ちいいです。ああそうやね、でも大変大変、お金金額的には大変かもしれんけど、まあ、かっこいいはかっこいいやな、やった感出るよね、そうですね、バラした時に、はい、何笑っとんのでそこで、まあ、いや緊張するっす、ね、いやこっちだけさっきあっちだやってられてずっと笑っとるもんやれよ、お塗り始めた、塗り始めた、お緊張しちゃうんだよ、なんでき、なんでか言ってやばいっす、やばい、手元が、手元が手震えるっすそう、はい、取られてるってなるとマジやばいっす来るって言った時、うわーと思った、公開ショック俺さ、ずっと向こうで見てるぞ、見て見てマジやばい、あそこで隠れて見てるぞうざいな、あれうざいっす隠れて見てるぞこれはみんなで一気に塗っていくの、そうですね、乾く前に押さえないと、うん、初めが、うん、あでみんなもう待っとんだ、準備で、はい、でそっか、そういうこと、あこういってこういってこういってこう、なんかテトリスみたいな感じでいくんだ、あそうです、あそういうことか、そういうことですね、で次はこの下行ってる時にはもう上終わって、また今度後ろでって、まあ、なるべく、あそういうことか、の方がいいんじゃないか、あすごいね、行ってる意味わかる、こういう風にやったらさ、先にここやったら次のここの人をここやってるときにこっちやって、ここ終わったらここやってるときにここやってここやってみたいな、こういう風にいくってことでしょ、終わったところからどんどん、そう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 、そうしんとつなげんもんで、あーこれ大見応えあるな、そんなとこで待ってるよ、まだそんまりする、そこまでまだいかんだろうお前早いじゃん、あそこ乗り始めるのあいつこれ全部一面が黒になったら見応えあるな、でもな、結婚しとんの？僕してないです、あ、してないの、はい、あ、そうなの、うん、ない、じゃあ女は、はい、彼女はあんの、いや、いないです、あ、おらんの、はい、いつも何やっとんの、いつも家帰って寝てます、もう仕事以外は、はい、で、お酒は飲みます、結構、どうか飲みに行ったりするの、あ、たまに友達と飲みに行ったりします、うん、はい、女の子の店行こうぜとかあんまないんだ、まあ、なります、
あ、なる、はい、面白いよな。面白い。なんかやるやらまでとしてさ。いや、そういうのじゃなくなんか盛り上がる、うん。盛り上がるじゃん。やっぱ女の子な。で、そうやってまた飲んどるでいろんな人が喋れるようになってくるしな。そうですね。やっぱ若い時から飲んでないやつってあんまり喋れんじゃん。この年になるとだいぶ変わってくるよ、やっぱ。ああ、そうですね。うん。冗談が通用しんとか。いろんな人と出歩くのはいいことだな。それ自分で独立したいとかあるんだろ。まあ、僕です。うん。だよな。はい、うん、だったら、やっぱいろんなとこ出ってさ。やっぱ、この年になってくると全然違うよ、この人と。普段から出歩いて喋った人と、もうそういうのができてない人。うん、なかなかなれん。出てるうちに慣れてくる。これからちょっとちょこちょこ来るわ。いやでもこの間の動画、うん、嫁が自分の親とかに見せとったんですよ。うん、あんまボソボソ喋ってもダセえな。そう、ちょっと今度来た時はもうちょっとはっきり喋ろうって。嘘、自分なりの改善点があったんだ。嘘、はい、ちょっとダメだって。はい、あれもう下手だったね。俺ピコハンマーで最初にちょっと戦わせてくださいとか言って、いや、いいよ。俺。で動画の見たら全然面白くねえし。なあ。今年型やな。しかもあれ定期通貨なんかあったんじゃない？いや一発目でした。一発目か。はい、いいよ、いいけど面白くないよ多分みたいな。まあ、マジで面白くなかったもんなあれ。何年やったの？ 10 年ぐらい？今年で9年目かな。すごいな、やっぱ安井とは違うな。すごいっす。あの職人だから職人だな。すごいっす。でも二階道場で生き残るってまあまあすごいよな。結構みんなすごい人多いでしょ。写真とかでしかないです。ああ、そうか。まあまあ厳しいもんな、うちも。だから、抜けたとき、まあ、いいも悪いも有名だから、結構お客さん、あ、職人さんも応募来るじゃん。あ、そうだ。ほっとってもやっぱ使ってください、使ってくださいって来るもんさ。はい。うん。だけど、生き残れるやつ少ないよね。うん。そんだけ人は一回でも来るからさ、はい、やっぱ本当のいい子しか残れんじゃん。はい、しっかり丁寧にやるっていうかさ。はい、で、今日明日の金のことだけ考えたらさ、はい、もうなかなか合わん、合わんっていうか、まあそういう言い方もいかんけど、ご時世大変じゃん。そうですね、はい、でもしっかりプライド持ってやっとりゃさ、はい、回っていくじゃん。うちはね、仕事はその代わり作るじゃん、びっしりね、はい、でもまあいろんな土地が増えたじゃん、はい、まあうちの真似じゃないけど、はい、まあ、真似って言ったらあかんけど、まあ、まあよく似たもんだけど、こう同じような業態でやってるけど、はい、結局なんかそこじゃないのになーって感じだよね。広告とか集客だけは真似して、はい、企画サイトやったことある？いや、ないです。もうひどい値段で契約決めていくもんね。だってもうしょっちゅうなんか俺の知り合いもこの間200万騙し取られたんですよさ。はい。もう職人のレベルが低いというかさ。はい。で今直でやれちゃうんだよな。はい。あのお客さんと直接やったことない子たちがみんな登録してさ。はい。でめちゃくちゃな仕事して飛ぶとかさ。はい。うん、でお客さんが分からんじゃん、行って。そう。本当分からんじゃん。はい。プロから見てるよな。はい。うん、だいぶ黒くなってきたな。さあ、もう半分がいたで、もう、サビに変わろうか。あ、これでも追いつかれたらあかんな。だから余計だから。緊張してるもんね、なんか。まあ、あれじゃねなんか、緊張してる。やりづらい。いつもの俺じゃねえ。でも何、こんでなに、何日入っとる？現場時代は。10日ぐらいですね。雨とか雪で、結構入れなかったんだけど。ね、向こう面はもう全部終わらしきのんだ。あ、そうです。大変だった。人数なんてやれんじゃん。そうですね。一人で入ってる時は何やっとるの？まあ一人っていうのはないんだ。基本何人か入っとるんだ。そうですね。基本二人は最低入ってます。ああ、そういうことか。じゃあまた、この兄弟取りに来るけど、いいかな？いいっすよ。いいかな？いいと思う。じゃあ、皆さん、じゃあ、視聴者の皆さん、理想嵐、まだ若きイケメン兄弟が、おやじさんとみんなで動画撮ってましたんで、また応援よろしくお願いします。お願いします。また見てね。ちょっとイケメンにあのアンチコメント入れて。